坪沼八幡神社は仙台の中心部から西南方面へ車で30分ほどの里山に鎮座しております。峠を越えて広がる坪沼の景色は日本の原風景と言われ、昨今では仙台の田舎として多くの人が訪れるようになりました。そのような坪沼の中心に美しい田んぼに囲まれた象徴的な坪沼八幡神社の鎮守の森があります。太鼓橋を渡って百段ほどの表坂を上がり、長床と呼ばれる門をくぐると、杉の大木に囲まれた中に、築200年を超える落ち着いた社殿が静かに佇んでおります。およそ1000年の歴史があり、創建は御霊仙天皇の御天禧4年と言われ、源頼義が朝廷の命を受け、陸奥の豪族、阿部の頼時を倒した前9年の役に起源します。頼義はこの八幡太郎と言われた義家と共に京都の石清水八幡宮に戦勝を祈願し、神像を奉じて統制し、各地で賊を殲滅しました。ここ坪沼にも阿部一族の史上根添盾があり、激戦の末平定されるに及び、盾の向かいに社殿を建立して神像を祀ったのが当社の由緒と伝えられております。地域ではお八幡様と慕われ、御祭神は四柱を数え、応神天皇を主祭神とし、相殿に神宮皇后と中愛天皇、竹之内の宿根をお祭りしております。八幡狼は家内安全、商売繁盛をはじめ、勝負の神、武神として必勝祈願や心願成就のご利益があり、また厄除け八幡とも称し、薬難や病などに打ち勝つとして熱い信仰が寄せられております。また相殿の中愛天皇と神宮皇后は応神天皇のお親神にして、家庭円満や良縁のご加護に加え、さらに神宮皇后は母神として子供の守護に関わるご利益があります。神社を中心とした昔ながらの伝統や風習が数多く残り、春の例大祭では氏子総出のみこしとにょが行われるほか、夏には蛍と平家琵琶の夕べで境内がにぎわうなど、一年を通じて四季折々の行事があり、地域内外に広く親しまれている神社です。